ゲルド砂漠より起こった闇の軍勢は恐怖と暴力によって瞬く間に勢力を広げ、ハイラル王国を脅かすまでになっていました。これに満足したガノンドロフはトライフォースを我がものにするためついに動き始めます。ガノンドロフが最初に狙いを定めたのは魔女ラナが持つ力のトライフォースでした。なぜならそれは遠い昔、神話の時代のこと。力のトライフォースを宿していたのは魔女ではなくガノンドロフだったのです。本来自分のものである力のトライフォースを取り戻してこそ秘められた強大な力をすべて発揮できる、そう確信するガノンドロフは大軍勢を率いて魔女の谷へと進軍しました。一方ラナは魔物の大軍が攻め寄せてきたことを知ると逃亡を決断。彼女を助けるためハイラル軍も駆けつけます。ガノンドロフはラナの逃亡を阻止し、力のトライフォースを再び取り戻すため猛攻を開始するのでした。Go!
Thank you.